国吉、国吉、国吉。さあ始まりました国吉 TV。 国吉 TV はですね、野球の監督官であったりだとか、あっぱれがどういった大会に出場しているのかであったり、そしてこのあっぱれの選手起用法、どういう風にチーム運営をしているのかといったところの監督目線で作られた TV でございます。そして私がもともとキャッチャー出身だったので、キャッチャー目線の動画であったり、キャッチャーの練習方法なども配信していきます。さらに兄貴にも取材をかけて、今までタケトラ TV で兄貴が喋っていた投手目線の動画もどしどし配信していきたいと思っております。第1回はこちら、広島マツダスタジアム全国大会で打線がシャットアウトされた理由を居酒屋トークでタケトラに取材を受けて喋ってみました。どうぞ。お疲れです。お疲れです。皆さんお疲れです。この前のマツダスタジアムについてなんですが、はいはいはい、はい、めっちゃ良かったね。めっちゃ良かったですね。広島まで行って、なんでちょっと負けちゃったのかなっていう。あ、ざっくりして申し訳ないんですけど、だいぶざっくりやな。この間の特産 TV でも準決勝か、はい、東北代表のジャパンさん、ジャパンさんと、はい、対戦して 4-0 か、4-0 ですね。 4-0 で完封負け、はい、ジャパンさん の、 あのピッチャーが球速は多分そこまで速くはないんだけど、そうです、ね、まあ、初回順位を取ってたの三振か、三振です、三振して2連続、そうやな、はい、まあ、ゾエがその後ボンドになって、はい、まあ、初回あの徳さん帰ってきて、はい、どういうピッチャーがどういう球種投げるかとか、どういうコース投げてくるかみたいな話をしていたら、はい、結構やっぱ低めに、あのツーシームとか結構落ちる系のボールを投げて、まあ、徳さん TV の動画でも出てたけどね、はい、って話をしていて、とはいえあんま意識しちゃうとね、このボールなんだみたいな話になっちゃうから、はい、じゃなくて、まあ、あのそういう落ちる系の球が来るというところをチームとして狙いながら、とはいえなんかその膝元の低いボールは捨てて、はい、ベルト付近の高めのストライクゾーンを設定して、対応していこうみたいなことを結構あの早めにね、作戦として立てたんだけど、ああ、いわゆる結構あっぱれが苦手とするようなピッチャーだったので、そうですね、結構速球派のピッチャーにはあっぱれ、はい、あのタイミングがあったりするんだけれども、はい、結構あの 手元で動かす系とか低めに集める系のピッチャーそんなに得意じゃなかったりするの、ぶっちゃけ、はいはい、5回とかあの終盤ぐらいまで低め の、 その落ちる系の球に手を出して引っ掛けたりだとか、ボンダしてしまうみたいなことがあったりした、はい、指示を、それをなんか実現することができなかったっていうところが一番大きかった。敗因は指示を実現することができなかった。反省したんだけど、あの帰りの新幹線でね、本当であれば、はい、その低め振るな、そう上げてこいってなってた時に、はい、仮にじゃあそれが例えばライパチとか、はい、チューンとかが低め手出しちゃいましたってなったら、もう違うだろうみたいな、違うそれはっていう、低めじゃなくてゾーン上げてこいよっていうところをちゃんとなんか強く言って、でそれがその選手に伝わって、でそれを言ってるところをベンチの他のメンバーがそれを見て、監督があそこまで言ってるから低めは打ったらダメだっていうところをチーム全体として意識を強く伝えてあげないと、なかなか指示って実現実行されないんだなっていう反省はあった。感情と規約を込めて言って初めて、あ、これはやったらダメだっていうところを伝えないといけないなっていうのは改めて、まあ、軟式野球とかその監督としてのやること、はい、役割だなっていうのは感じたね、強く。あ、そうなんですね。実行されることによって、はい、初めてその低めの落ちる系の球が手を出なくなってバットが止まって、はい、でそうすると相手バッテリーも考え始めて、バッターカウントになってきたら、それが徐々にそのゾーンが上がってきたりだとか、コースが 甘くなってきたりだとか、はい、もしかしたらこの挟む系の押し向けのボールじゃなくて、はい、ストレートとか球種が変わってくるかもしれない、はい、っていうところを徹底して初めて相手のバッテリーの考えが変わったりだとか、低めを捨てることによって逆に見送りとか、はい、三振が増えるかもしれないけれども、うん、はい、あ、じゃあ低め捨ててもダメなんだっていうのが早めに気づけば、うん、3回4回の段階でピッチャーもそこまで球速は速くはなかったから、ゴロを打つんじゃなくてしっかりと低め垂れてくるんだったら、その軌道に合わせてもうすくい上げてでもいいから、フライ打ってでもいいから低めを狙いに行けとかいう形で、その指示が早く実現されるのであれば、はい、次の作戦にも転じれる、はい、
っていうようなあのことがあるんだろうなっていうふうに思ってます、ね、データマンの河野さんとか兄貴とかね、首脳陣とかでもよく喋るんだけれども、はい、まあ、低めを捨てろって言っちゃうと、低めって言っちゃうとどうしても低めを意識しちゃう、あ、低め振らない振らないってなっちゃうと、結果低めが来て、それが脳に何か低めがあるから手出しちゃうんだけど、はい、よく話し出すのはそのなんかキリンをイメージするなみたいな。キリンですか。キリンをイメージするなって言うと、どうしても一瞬キリンが出てきたりとか、黄色いの出てきました、そう、はい、首が長いのが出てきたりとか、はい、じゃなくて象を考えろって言ったらもう象しか考えない、はい、じゃあ高めを振れ、高めを打ちに行けって言ったらもう高めしか意識してこないとか、指示の出し方をしてあげようみたいなのを、はい、結構首脳陣の試合前とかに電話しながら、あがこうだとか、はい、あいつはこういう風に指示したら、あ、こういう結果が出ちゃうケースが多いから、こういう言い方をしてあげようとか。じゃあまあちょっと今回第1回クニオシ TV として、はい、監督の意見を聞いてみたんですけども、はいはいはい、まあ、とりあえず今のは2018年度の話で、19年度どうしていこうと、まあ、ざっくりでいいんですけども、クニオシ監督が語るあっぱれ2019年の野望とは、とその前にクニオシ TV 一発目のプレゼントコーナー、一発目なんですけれども、いきなり皆さんにプレゼントをご用意しました。最初のプレゼントはこちら、国吉 TV の生みの親と言っても過言ではないロンティーキングで、私国吉監督が使用した Z さんのブラックキャノンマックスをプレゼント。3年間ですね、バッティングセンターやバットすら振っていなかった私が久しぶりに使って94メートルを飛ばしたバットでございます。非常にですね、しびれる打感、そして鋭い打球、これで3球で94メートルを生みましたので、ぜひですね、これを皆さんにプレゼントしたいと思います。プレゼントの応募方法はチャンネル登録をしていただいて、そしてコメント欄にコメントをお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、お待たせしました、アッパレの2019年チームテーマを国吉さんに語ってもらいます。2019年のテーマは、はい、その指示に対して徹底的に徹底させる、はい、っていうところを指示として出していきたい。今までもその徹底徹底という話をしてたんだけども、はい、徹底だけじゃなくて徹底的に徹底させるっていうところをやらないと、はい、なかなか全国で勝つことは難しいなと。いや、とりあえずちょっとすいません、遅い時間まで、ありがとうございます。今日はどうしましょうか。一発芸やら、おお、なるほどね、謎をかけやら、わかりました、はいはい、わかりました、いろいろありますけども、なるほどなるほど、はい、整いました。おあっぱれの、はい、広島マツダスタジアムの試合とかけまして、はい、これから言いたい言葉と解きます。その心はどちらも乾杯。